これから初夢を見ようという酔いっぱりのあなたに番組の紹介です。花の美天使人呼んで若様侍颯爽登場。将軍家お世継ぎの謎の死を探る若様に暗殺軍団が襲いかかる。男の野望が激突し女の意地が火花を散らす。涙と笑いとアクションのオールスター総出演痛快娯楽時代劇スペシャル若様侍捕物帳、1月2日夜6時放送。どうぞお楽しみに。おめでとう。新春ドラマスペシャル、女に天然はありません。一人一人体に気をつけて。どうしたん、いつまでも一人いるわけ。豪華キャストで送る平成3年のホームコメディ。涙と笑い、愛と夢、恋に年は関係あれへん。底抜けの明るさで力いっぱい生きる人たちの楽しい人生模様、女に定年はありません。どうぞお楽しみに。爆笑タモリの世界面白動物大全集91、ムツゴロウもタスマニアも何のその、涙なしノルマなしの笑いっぱなしの1時間45分痛快感動巨編。絶滅寸前の珍獣奇獣から動物の喜怒哀楽叙情まで、鋭い視線の目白押し、またまた動物ものかという中で一味違う大胆不敵奇想天外の動物スペシャル、爆笑タモリの世界面白動物大全集91、1月3日午後4時。あなたも痛い気な果物になれる。新春大型5時間時代劇スペシャル、戦国乱世の暴れん坊斎藤道三、怒涛の天下取り、恋と戦いに命を燃やし天下取りの道を怒涛のごとく駆け抜けた男、斎藤山城入道道三、その波乱に満ちた生涯を描く新春戦国大絵巻。正月3日夜6時放送。今年もテレビ朝日をよろしくお願いします。いい初夢見てください。こんばんは、山口豊です。岡田舞子です。テレビ出演といえばギャンブル好きの皆さんがいても立ってもいられないというあの番組です。そうですね、お茶の間にいながらにして競馬場の熱気と興奮が味わえます、はい、そしてディーラーが明石家さんまさんと来ればもちろんさんまの何でもダービー。明日もゲストが盛りだくさんです。さんまの何でもダービー、さあ今夜も家族揃ってギャンブル三昧。まさに命がけギリギリ、絶壁登り暴走記念に何かが起こる。その模様は7月13日夜7時お楽しみに。波乱含めほうれどだほい。今回からこのテレビガイドに競馬新聞さんまが掲載されることになりました。はい、そうなんですね。今回はで、ね、今回のおすすめはですね、うん、ダービー家人間エレベーター我慢カップ。これはですね、うん、椅子から伸びた滑車を通して自分で支えるという、うん、まさに力が勝負のレースなんですね。私のおすすめはね、うん、このねネパールのアムリット・マラカーさん、面白いとこついてますね、うん、僕はやっぱりね元マグロ漁師、力ありそうですよね。明日の夜7時です。こんばんは、木曜日の夜9時といえばキャリアウーマンのあなたにもぜひ見てほしい法医学教室の事件ファイル。法医学教室の事件ファイル、あなたたちは一体どういう捜査をしてるんですか。今の話は絶対人に喋っちゃダメよ。こんなことをして警察に分からないとでも思ってるの。法医学教室の事件ファイル、ご期待ください。今回の殺人事件を担当した女弁護士、この人がなかなかできる人で、証拠が揃っていないことや現場の状況と鑑定書の不一致などを指摘して証拠不十分で釈放させてしまうんですよ。あ、でもね、女性で雄弁な人って私尊敬しちゃいますけどね。木曜日夜9時です。あります、テレビ朝日。こんにちは、草加千穂です。今晩8時から放送の最高の恋人、建築士の試験を1ヶ月後に控えた道を勉強一本といきたいのですが、いろんな問題を抱えているようです。東郷、この被験者は強引に嫁さんにしちゃいけない子なんだよ。やっぱり兄貴といたい。高尾と結婚しろ。最高の恋人、今夜8時見てね。東子と結婚したいという高尾の家庭の事情を知った道夫は東子にはっきり答えを出すように促します。一体東子の気持ちはどうなんでしょうか。最高の恋人は今晩8時からの放送です。どうぞお期待ください。こんにちは、今晩8時から放送の最高の恋人、道夫は建築士の試験を1ヶ月後に控え勉強に明け暮れる毎日。そんな中、高尾の母親から東子と高尾を早く結婚させたいと頼まれます。
一方の東子なんですが、道夫をしたい、道夫と一緒にいたいと考え、高尾のプロポーズにはなかなか答えを出せません。東子の結婚問題どう展開していくんでしょうか。そして道夫の本当の気持ちは。東子しっかりしろ。強引に嫁さんにしちゃいけない子なんだよ。やっぱり兄貴と言いたい。高尾と結婚しろ。最高の恋人今夜8時見てね。こんばんは。明日のザ・スーパーサンデーは看護婦さんたちの活躍をお伝えします。白衣の天使、看護婦というといろいろと憧れた方も多いと思います。しかし彼女たちの仕事は本当に大変なんです。命と向かい合う厳しい環境の中でも彼女たちは笑顔を絶やしません。そんな看護婦さんたちがどんな気持ちで仕事に取り組んでいるのか、その姿を追ってみました。明日の夜7時の放送です。こんばんは。この後は大発見恐怖の法則をお送りします。今回は初の海外、台湾で不思議な法則が登場します。あの名曲滝廉太郎の工場の月と、パチンコ屋さんでよく聞く軍艦マーチが意外な場所で聞くことができるというんですね。その意外な場所っていうのは一体どこなんでしょうか。その他、じっと見つめられると計算できなくなる法則など、様々な法則の謎解きを行います。この後すぐです。どうぞお楽しみに。